皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は予習のコツについてお話します。予習の目的は授業の準備なんですよ。具体的には予習は自分が分かる部分と分からない部分、これを区別しておくこと、これが目的になります。ですから分からない部分があったとしても、それを分かろうとしなくて構いません。予習ではその部分分かろうとしなくて構わないです。なぜかっていうと、実際に授業でその分からなかった部分のこと、で学校の先生説明してくれますよね。それを集中して聞いて理解するようにしましょう。それでも分からなかったら、もう一度その担当の先生に質問して理解しましょう。さらに大切なことは、復習で問題を分かるから解けるというレベルまで上げていくことです、ね、予習は少なめで復習に時間をかける、このことでどん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 勉強ができるようになっていきます。じゃあ具体的に予習どんな風にやればいいかというと、数学は教科書の例題部分、この部分ってしっかりね、問題の解き方説明してありますよね。そこに目を通して計算方法や解き方を確認しておきましょう。英語はですね、本文の単語、これは調べておきましょう。これ調べるとき、私はもう時間を短縮するために教科書ガイドを変える人は買ってそれを使ってください、こう進めています。で、他の科目については教科書を読んでおく程度で構いません、ね、予習は授業の準備です。授業の準備はどういうことかというと、自分が分かる部分と分からない部分を区別しておく、そして分からなかった部分を授業でしっかり聞いて理解する、さらに理解したら復習して分かるから解けるレベルまで力をアップする、レベルアップするとね。ですから予習の時間は短く、復習の時間、これを長くすることで勉強ができるようになっていくんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。